北日本や北陸では今夜から明日にかけて雷ですとか突風、あられ、ひょう、そういった激しい現象に対して要注意となります。まず天気図見てみますと、こちら18時の実況図で表現されています寒冷前線、これが今東の方に動いています。でこの後明日の朝にかけて北日本を中心に通過していくという流れになります。でしかもこの寒冷前線なんですけれども活動がかなり活発です。でこちらの図をご覧いただきましょう。現在の発雷状況なんですけれども、前線に沿うような形で日本海にかなり雷雲が並んでいる状況です。でこの後陸地の方に広くかかっていきそうでして、北陸から北の主に日本海側ですね、こちらの方では激しい雷、あと強い雨など起きる恐れがあります。そういった状況がまだこの後継続していきそうなんですけれども、それをもたらす雨雲の動きをご覧いただきましょう。で今夜遅くになりますと、この黄色やオレンジで表現される活発な雲、陸地に大きくかかってきます。でその後明日の朝にかけてだんだんと東の方に動いていく予想でして、日本海側を中心に一部太平洋側でもそういった激しい現象に対してご注意ください。明日の日中になりますと太平洋側については収まっていくんですが、特に北海道ですね、こちらの方もまだ雷要注意となります。